ボリシェビキの自由から裸のギガ化されたレフトロツキーが描かれたポーランドソビエト戦争でのポーランドの反ユダヤ宣伝ポスター反レーニ人主義とは政治の分野でレーニ人主義またはボリシェビキ主義に反対する思想や立場の総称である通常は社会主義や共産主義の内部からの反対を指すが抗議には社会主義や共産主義の外部からの反対や批判も 含む。ドイツのローザルクセンブルクは、レーニンの全英討論や民族自決論を批判した。ロシア社会民主労働党内でのレーニン主義への反対は、1903年の第二回党大会でのボリシェビキとメンシェビキへの党派分裂に遡ることができる。メンシェビキによるレーニン主義やボリシェビキ主義への反対は、 基本的にはその権威主義の評価などの組織理論やマルクス主義の国家を達成するための方法論に起因した。この反対は後の10月革命でのマルトフの告発などで高まった。ロシアの共産主義における他のレーニン主義への反対は1917年から1924年のレーニンの統治期間に国のリーダーから追放された人々にも見られる。これには 戦時共産主義を極端すぎると見た恩憲主義者や、ネップを資本主義への幸福主義と見た人々の両方が含まれる。霊人主義への初期の反対は、サーリの大統派や、1917年の革命発生までのロシア社会の現状維持派などである。革命発生後は霊人を権力から追放しようとする人々や国々で、ロシア内戦の期間中は白軍を援助した。 海外勢力などである。またこの期間にソビエト政府に改戦したポーランドやロシアからの独立を求めたフィンランド内で発生したフィンランド内戦で勝利した白軍などもある。ロシア内部では反ニ人とも見なせる多数の事件があり、タムボーフリベリオンやクローンシュタットの反乱などがある。ロシア内部での最後の反例人の動きは ロシアのアナキズム運動であった。この対立は、第一インターナショナルでのアナキズムとマルクス主義の初期の分裂にも遡れるが、レーニンが国家を近い将来には解体しない、つもりであることが明確になったために高まった、クロポトキンなどの反レーニン主義のアナキズム運動である。1924年のレーニン死去以前は、多数の人々からレーニンへの反対があったが、 1924年以後は、霊人主義の原則への反対として集約されていった。マルクス主義の立場からのこのような反対には、ロシア革命では、共産主義の理想は裏切られ、正反対の国家資本主義が設立されたと信じ、この立場には、イギリス社会党や世界社会主義運動などがある。なおトロツキズムは、反スターリン主義の立場から、 ソビエト連邦を裏切られた革命、堕落した労働者国家と批判するが、反レーニン主義ではない。レーニン主義や共産主義、マルクスレーニン主義、社会主義、毛沢東主義、トロツキズムなどに対する反対は、現在でもマルクス主義の思想に基づくあらゆる体制への反対として多数実践されている。またアナキズム運動による、 礼人主義の競技への強い反対も続いており、その中には、前衛党などがある。ユーリー・オシポービッチ・マルトフ、ダウン・ウィズ・ザ・デス・ペナルティー。ありがとうございます。